だいぶ長時間にわたってきましたので、ちょっと第2部の方に移らせていただこうかなと思います。またそちらでも質問等も、今度は逆に分科会になると人数が減りますので、質問等もしやすくなりますので、はい、またそちらの方で、お願いできたらと思います。それでは少し第2部に入る前に、ちょっと説明をさせていただきますので、画面の方を共有させていただきます。どの画面を共有するかっていうと、この画面だな。よいしょ。この画面ですね。きっとね。よいしょ。よこしょ。これだな。よこしょ。ですね、皆さん、この後ですが、先ほどの共有ノートの中で、セミプロジェクト丸いくつって書いたところに移っていただくと、まだまあ言ってみたらいいんですけど、映っていただくと、今画面に映してるような、こんな、ものが置いてあります。で、これは何かと言いますと、もう名前の通り、セミプロジェクトでして、今、セミがどこで鳴いているのかっていうのを調べてみようっていう、そういうコンセプトで、準備をしたものです。ですね、まず、この左側の方の鳴き声サンプルを聞くっていうところのカードを、プチッと押していただくと、これ今画像でした。失礼しました。プチッと押していただくと、例えばこれつく方式ですけども、この画面の左下の再生ボタンを押していただいたら、聞こえてます？あ、聞こえてますね。こんな感じでですね、セミの鳴き声を聞くことができます。はい。で、セミなんてどこでも同じなんじゃないのって僕はちらっと思ってたんですけど、これはね、今朝私の家の周りで撮ったんですけど、さっきのサンプルと同じこれ、つくつく胞子だなって確認したんですよ。で、意識しないとセミの違いわからないので、あ、ごめんなさい。皆さんの方の共有ノートの方のこの5種類、これが日本を代表する5種類のセミですので、完全に一致しないかもしれませんが、一番近いセミの声っていうのを聞いてきていただいて、で、聞いてきて、あ、例えば、つくつく胞子が鳴いてるなと思ったら、この赤色なので、私、滋賀県なので、失礼しました。もうちょっとこっちですね。失礼しました。よいしょ。どこだ？あら、違うな。変なところに入っちゃったな、僕は。画面ごめんなさいね。ちょっと待ってくださいね。よいしょ。自分のプロジェクトの方に入りますね。よいしょ。よう大きくしまして、で、セミをつまんで、ピーって自分の住んでるところに置いていただくと、こんな風にセミが置けます。はい。この後ですね、休憩を挟みながら、外に出ていただいて、あるいは窓を開けていただいて、セミの声を聞いていただいて、セミをこのように配置をしていただくっていうところまで行こうと思います。で、この後は、ズームの方もブレイクアウトルームで、別々の部屋の方に分かれていってしまいますので、梶原さんもブレイクアウトルームの方に移れる？はい。ブレイクアウトの設定進めてます。ちょっと2点だけ、ご連絡させていただくと、まず1点目ですね。もう、名前の方を変えていただいたので、こちらの方で割り振りの方、ある程度完了しています。で、どうしてもちょっと名前のところですね、変更されてない方がどの部屋に入るかなっていうのがわからなかったので、その方はこの後、順次ご対応させていただきますので、少々お待ちください。今日ちょっと参加人数が多いので、この後ブレイクアウト先で登壇の先生が見ているこのセミプロジェクトの画面と自分の画面がですね、少し違うものを見ている可能性があります。ただ、同じ内容のワークをですね、進めていくことには変わりありませんので、今日ちょっとそこですね、ご了承ください。よろしくお願いします。はい、以上です。ありがとうございます。ワークといってもですね、もう今説明したものがほぼ全てでございますので、はい。皆さんぜひですね、自分の地域のセミが何なのっていうのを、聞いて、一度マップの上に載せるっていうのをやってみたいなというふうに思いますので、ぜひよろしくお願いをいたします。それ以上なんか難しいことをお願いしたりしませんので、ぜひですね、この後ブレイクアウトルームの中で、また雑談も含めて情報交流ができればというふうに思っております。それでは、あ、誰かなんか今喋ろうとした？大丈夫？はい。それではですね、この後ブレイクアウトルームに移っていただいた後で、
休憩の方に入っていただけたらというふうに思います。だいたい4時5分ぐらいをめどに、休憩とセミを置くっていうのを お願いできたらというふうに思います。それでは皆さんブレイクアウトルームの方に移動の方をお願いをいたします。はい、では4時になりましたので再開したいと思います。丸4の分科会です。どうぞよろしくお願いいたします。どこのブレイクアウトルームでも同じ、まあ、ワークをしていくんですけども、まず最初にですね、もう今やっていただいている方もおられますけども、セミプロジェクトですね、先ほど国領先生の方から説明がありましたけども、これをちょっと皆さんでやっていこうかなというふうに思います。でそれが終わりましたらですね、少し、まあ、ざっくばらんにですね、まあ、お悩み相談会じゃないですけどもお話をしていければなというふうに思っております。でこのブレイクアウトルーム自体がですね4時20分までの予定になっておりますので、その予定でやっていこうと思います。ではちょっとと画面を共有しますね。おそらく皆さんがご覧になられているのと同じ画面を見ていくことになるんですけども。今見えてますかね。ロイロの画面が見えてるんじゃないかと思います。で、これをですね、全国つつ裏裏からお集まりだと思いますので、関西方面が多いみたいですけども、少しですね、一番近くで聞こえているセミですね、もし聞こえなかったら一番最後に聞いたセミでもいいと思いますけども、これをですねちょっと移動させてみてください。で最後にねこれをスクリーンショット撮って、皆さんの方へねお送りしようかなというふうに思っています。私先ほど聞いたんですが、私もつくつく帽子が多かったですね。ただつくつく帽子も売り切れちゃいましたね。ちょっとどこかのやつを複製しましょうかね。よいしょ、複製して。よいしょ、こんな感じですかね。私今広島から出てますので。はい。はい、で先ほどもまあ私申し上げたんですけども、まあ、こういうこう地域ですね、こう時間と、まあ、その場所が離れて使うっていうのが、まあ、結構この共有ノート機能は使える機能かなというふうに思っています。で、まあ、理科の先生でこう最初にこう打ち合わせをした中で、例えばまあ校内で、例えば中1の最初に、どこにどんな花が咲いてますかとかっていうのをやったりもしますよね。校内の、まあ、散策とかですね、そういうようなところをやったりとか、あと小学校とかで、まあ、危ない場所ですよね、通学路の危ない場所をみんなで見つけましょうとか、いうようなところで使えるんじゃないかというようなことの中からですね、じゃあ全国をこう、まあ、見渡してできる、この機能を使って何かできることないかなっていう中で、まあ、例えば雲の写真撮ったりとかですね、あと最近は iPad でアプリを入れると気圧を測ったりすることもできますので、まあ、気圧測って天気図作ってみようかとか、まあ、そういうような話も出ましたけども、最終的にですね、まあ、一番この夏で、セミが一番身近だろうということで、この今回セミプロジェクトをやるということになりましたけども、今日これでですね、すいません、若干動いてしまったかもしれませんけども、こういった形で今日の、参加者の人は、鹿児島からとかも多いんですね、これね、鹿児島からの方と、あとは、そうですね、関西とか、ありがとうございます、今。すいません。北の方からも、すごいですね、この、関東の方がもう、うにょうにょうにょうってなりますよね、これが。はい。ちょっと地図、あれのやつこともあって、ちょっと多分、もうちょっと小さくセミをすればよかったかなと思ったんですけども、こういうふうに、今のこのルームに入っている皆さんで、なんていうんですかね、参加者の方でこんな形で作り上げることができます。はい。で、こちらの方を、一度ですね、スクショ取っておきます。はい。セミプロジェクトって、全体共有でやっていく形あったんですけども、どうしても、この共有ノート自身が、やっぱりこう、ネット環境によって、
やっぱりこう人数が多ければ多いほど、なかなかこうちょっとネット、動きにくくなるんですね。で、そういうことで今日はまあ、1クラスあたしの形で、あたりの形で考えていってですね、使いやすいようにっていうことで、今はこういうふうに、まあ、大体40人ぐらいのメンバー、全体マックス40人ぐらいが入れるような形で、今、使わせてもらっております。はい。そうですね。ピンが外れてしまうこともあったりとかするので、またもう一回つけてもらったりとかすることもあったりとか。はい。そうですね。あと、まあ、活用方法とかもしありましたら、あ、こんなんで使えるな、とかいうことありましたら、出していただけたらな、というふうに思います。うん、なんか、僕、一回使わせてもらったんですけど、七夕とかの短冊とかも、はい。あ、色枠はどうすればでいいですか？あ、これですね。ここのとこ、これずっと押してもらったら、上のところでここの色変わるとこありますので、こちらのとこ押してもらったら、色を変えることができます。はい。あ、すいません。今、勝手に色変えてしまいました。ここのところ。はい。子供たちの手元に学びのように残していますか？ということで、結構そうですね。子供たちには自分のノートに送ったりとかするときに、自分のノートに送ったりとかするというか、カードをそのまま、こういうふうな形で、なんか、すみません。こう、カードを、今送る機能が自分のノートっていうことができるようになったので、自分のノートに送るような形に、したりもしています。はい。あ、そうですね。共有ノートだと、そうですね。作っていく過程もありますし、今、提出箱でしたら、なんか何回か提出したら、その、提出ごとの、なんていうか、記録が残っていくので、誰が今回提出したかっていうことも簡単に分かったりもします。はい。提出箱の中でも、はい、そうですね。そうなんですね。結構ピン止めしとることって結構大事で、子供たちがあんまりこう、動かせないっていうのがすごく大事かなっていう。なんか小学生ぐらいです。僕、小学校なんですけども、小学生ぐらいだったら、やっぱり、そういうふうな形で、場所指定してあげた方が、混乱は起こないかなと思います。はい。声で質問してもいいですかね。あ、全然大丈夫ですよ。はい。はい。このロイロノートを使ったら、学校間で、2つの学校、3つの学校で共有して1つの課題を取り組むことって可能ですか？ですね、アカウントとかを、なんか1つのアカウントで、学校アカウント、なんかそういう研修アカウントみたいので、やることで、そこで、こう、それぞれ入ってきたら、こういうふうな形の研修会みたいな形でできるんですけども、そうなってしまうと結構ログがたくさんなってきて、ちょっと若干ややこしくはなりますけども、はい。この、学校間同士でやるときっていうのはそういう、なんていうか、学校 ID を共通したものを持っていけたらいいなというふうに、作るとできることが可能です。はい。はい、クラス間だったらそんなに問題じゃないですね。クラス間だとそうですね。ただちょっと人数の関係もあると思うんで、どうしてもやっぱ、僕も研修でやったんですけども、60人超えてくるともうめっちゃ重たくなりますね。それは。はい。なるほど。じゃあ、例えば今回みたいな大学の先生をちょっと知り合いの先生を招待して授業に入ってもらうぐらいだったらできる。あ、そうですね。ただそのアカウントは知っておいていただいたりとかすることが大事かなと思います。同じところの。ノート拾ってるような職っていうのは大事かなと思います。はい。わかりました。ありがとうございます。ありがとうございます。194番さん、その通りです。共有ノート、そのままほっとくとずっと共有できます。はい。ですから先生が閉じると言いますか、止めないと、ダメですね。はい。ただ結構共有ノートいっぱいあったら、あんまり昔の共有ノートに邪魔しちゃろうっていう、そういう認識はもうないみたいですのでね。そうですね。いいんじゃないのかなっていう気はしますけどね。ある程度使えば使うほど、どんどんそういうことしなくなっていく、うん、しなくなる、ですよね。大事なわけですよね。使う機会が多ければ多いほど、こう、いいかなと思います。最初はね、どうしても、カオスになっちゃいます。はい。